令和新選組代表の山本太郎参院議員が令和6年のと半島地震の被災地に入ったと X ・旧ツイッターで報告したことに波紋が広がる中日本維新の会の音喜多旬参院議員が2023年1月8日 X やブログで何やってんだよ本当になどと山本氏を批判した「物はあるのに物がない状態を作り出しているのは政府の無責任」 山本氏は5日、自身に対するこの混乱状態も含めて国会議員に知ってもらいたい、あまりの政府の後手後手に、命がないがしろにされているなどの声を受け、直接話を聞くためだとして被災地の能登町に赴いたと報告した山本氏は、始発でレンタカーに空きがある駅まで移動、して現地入りし、状況を聞いたという。 話をしながら彼らの晩御飯の炊き出しに誘われ凍える寒さの中、カレーをいただく、とも明かしていた。岸田文雄首相は4日以降、必要な物資を速やかに被災地に届けるためにも、渋滞解消が重要、などとして、不要不急の一般車での被災地への乗り入れを控えるよう繰り返し呼びかけている。 石川県や長谷港石川県知事も能登へ向かう道路が渋滞し物資が届かない患者の輸送回数が減っているなど救援部隊も大変困っていますなどと訴えていたそうした中での山本氏の報告に SNS では応援の声もある一方で批判が多く寄せられた山本氏は7日にも物はあるのに物がない状態を作り出しているのは政府の無責任であり それこそが最大の目詰まりの原因などと政府や県の対応を批判しニーズを聞き取るではなく支援メニューを示せいつまでにできるかの見通しを示せなどと訴えていた渋滞をはじめとする負担を被災地にかけてまで発信すべき情報であったとは到底言えない音喜多氏は8日 X やブログで2つとして同じ被災地はない 東日本大震災との違いと、やっぱり不用意に国会議員が入るべきではなかった理由として被災地入りに対する持論を展開した山本氏の行動について、被災地に決して小さくない悪影響と負担を与えた彼から発信された情報や提案がことごとく政府や県知事、関係者が把握している気を出なかったことに、心から愕然としています。何やってんだよ 本当に、と激怒し音喜多氏は2011年から2016年まで約5年間東日本大震災の復興支援に従事していたことから災害対応については一方ならぬ思い入れを持っているという山本氏のレポートを物理的な制約から100%の地域にまで支援が行き届いていないのは事実としても。 渋滞をはじめとする負担を被災地にかけてまで発信すべき情報であったとは到底言えないものだと断言しますと指摘さらに今回の震災を東日本大震災の次くらいのレベルと表現した山本氏に違和感を覚えたとした 大前提として同じ災害被災地は2つとしてないとし東日本大震災では行政と連携しない NPO や支援団体が活躍し行政の手が行き届かない地域にまでカバーしたがこうした動きはあまりにも被災範囲が広域で行政だけではとても支援の手が行き渡らないことが明白だったからだと説明した今回の地震では被災範囲は深く そして狭い、ことから被災地入りするためのルートが限定されており東日本大震災の時とは事情が全く異なるという個別でのボランティア活動は全体最適を阻害して被災地全体にはマイナスになりますと訴えた自身に向けられた安全権から文句だけ言うな被災者一人一人に寄り添う政治家こそが本物だなどとする意見も理解できるとしつつ それは命を大事にする政治家であればあるほど寄り添ってはいけないお気持ちだとした小さな声を拾う一宮を照らすのが政治家だとするならば緊急車両の到着を待つ人々の存在にこそ想像力をはせるべきと綴っている音喜多氏は6日のブログでも与野党6党で当面の国会議員による被災地入りの自粛を申し合わせたばかりなのに 冒頭の代表が乗り込んでいる SNS 投稿を見て膝から崩れ落ちましたなどとして厳しく批判していた以下はネットユーザーの反応をまとめたものです職場が熊本なので熊本の震災直後からの光景を見てきました震災初期に個人で行動するのは控えた方が良いです 熊本の時も県外ナンバーでごった返して必要物資の運搬や緊急車両の通行の妨げになっていましたすぐに行動する気持ちは大事だと思いますがその個人が使用する車両が支援の妨げになりますまだ個人で動く時ではないと思いますパフォーマンスとしてしか捉えられませんでしたね 自衛隊もヘリを投入して活動に当たってくれてますし国民みんなが心配をしてはいますが我々が普段の生活を続けることで支援の妨げにならないようにする意見に賛同します救助はプロに頼らざるを得ませんし二次被害も考えられます復興支援ができるようになってからでもいいと思います私は被災地の近くに住み親戚が被災地に住んでるものです 親戚は無事でしたが家はなくなり避難生活してます必要なものや薬などを届けに持っていきたいけど今自分たちが行くのは救出作業などに迷惑かかるかもしれないので自粛してます行けるようになるまで待っている状況です一言だけ言わせてほしい現地から発信するのは勝手だが 現地の人々に迷惑かけたり、現地の被災者向けのものに手をつけたり食べたり、動画撮影してるだけで何も手伝わない人たち。こういう人たち、被災地に駆けつけるのはいいけど、人間として当たり前の行為かどうか、よく考えて行動してほしい。目立ちたいだけのパフォーマンスだと思いたくないが、手助けにも見舞いにもならないのなら、ジウ馬より悪い。行かないでほしい。 まあ今回のは山本さんの資料が足らなかったですね。国会議員の仕事ではないですね。もしそれをやりたいのであれば NPO の代表などがふさわしいと思います。人としての気持ちとしては評価に値すると思いますが災害の規模からしてもし私が彼の立場であれば全国の支援者に対し災害募金を訴えてまとまったお金を寄付します。 そして今までの災害支援の経験もおありでしょうから、政党派閥にかかわらず、国会議員としてアドバイスをすることが彼の仕事ではないかと思います。渋滞、それを言うならマスコミも一緒だと思うのだが、現地の状況を各局、各メディアがそれぞれでネタを探してレポートする必要があるのだろうか、家族を亡くした方にいろいろな局がそれぞれのインタビューをする必要があるのだろうか。 東日本大震災で避難所生活経験したが陸上自衛隊が作った温かいカレーや味噌汁はいまだに忘れられない温かいものを食べられて生きていてよかったって実感させられたあの時は未曾有の大災害だったがみんなで協力し合って避難所運営とか今も覚えている